ゴジラを近くしたいっていうのはすごくあって、人が体感する距離感っていうのは、おそらくすぐそこにゴジラがいた方が絶対怖いと思ったんで、足だったり顔だったりすごく近くにゴジラがいるってことをすごい大事にしています。